ましいわね。ま、いいけどね。コーヒー用意するから座ってて。私が好きだから。何よ、適当なリアクションね。私がわがままみたいじゃない。まあわがまま以外に何でもないんだけど。突然だけど、クズには連休中予定あるの？興味ありますね。聞いただけよ。暇なんでしょう。予定はあるけど。嘘とは何よ。癒し系職業の女は人気が高いのよ。中身が違うって言いたいの？可愛くないわね。予定はありますよ。言わないでください。失礼なやつね。でさ、私たちに予定がなかったらどうしてくれちゃうの？それでこっちの予定を聞くなんて。ねえ、ねえ、知らない。誘ってみるのもいいかもしれないね。まだ誘われてないしね。わからないですよね。男らしく初めからそう言っておきなさいよ。話ですよ。何よ、疑り深いわね。一応教師と教え子だから、それなりに配慮しないといけないんです。変な人に見つかると大騒ぎになるからね。隣町の海浜公園なんかはどうかな。公園系だと危ないかも。砂浜。はい。じゃあもうちょっと離れて、隣の隣の町の海にしましょう。そうですね。商店街のコンビニエンスストアの前に10時ということで。早いわね。したらただじゃ置かないからね。
遅刻したらただじゃ置かないからね。したら免許取るの？そっか、持ってた方がいいわよ。運転以外にもいろいろ便利だから。日本中どこでも使える身分証明書って言ったら免許証とパスポートくらいだからね。それに彼女と遊びに行くときにも必要です。そんな心配が必要になるといいんだけど。そういうこと言ってると、
に無口になって。私よりは長くここに住んでるでしょ。野原先生、ハンドは。あ、すいません。ありがとう。やっぱり男の子は力がありますね。男にしか閉められない車のドアがあったら不良品だわ。後ろのドアはめったに使わないから硬いだけですよ。はいはい。努力目標ってことで。疲れたら引き返せばいいですしね。のんびり行きましょう。誰がせかすわけでもないんだから。でもそれなりに目標を持ってくださいね。Thank you.
先生はそういう質問が多いですからね。そんなにひどいこと言わないで。もういい。野々原先生が変なこと言うから気がそがれちゃった。言ってくださいよ。はい、この話題は終わり終わり。平気ですよ。しっかりした娘さんですね。